ボートレース都の JPF 杯ドッキドキッズ P メイトは昨日の中止順延を挟んで今日が開催の4日目となっています。残すカードは第12レースの準優勝戦のみです。なおこの準優勝戦も周回数は2周に短縮されています。対戦メンバー1号艇兵庫吉田俊彦、2号艇岡山岸本隆、3号艇兵庫和田健介、4号艇佐賀中島孝明、5号艇福岡木下大輔、6号艇三重桐本康富、以上のメンバーです。この準優も目立った動きありません。インコースは1号艇吉田俊彦、前半レースはまくり差しから1着、オール2連帯守っています。2コースは2号艇岸本隆は9レースはコンマ02のトップスタートから逃げて勝っています。3コースは3号艇和田健介、予選では2勝マークしています。4コースは4号艇中島孝明、ここまでオール3連帯守っています。5コースは5号艇木下大輔が入ります。6コースは地元の6号艇桐本康富、今日前半レースはまくり差しから1着を取っています。カード1は本番でも4コース4号艇中島がどうやら取り切って枠番通りの3対3と2つに分かれました。今日は第1レースから安定番使用してきまして、第6レースから周回を短縮してレースが行われてきました。このレースも周回数2周となっています。第12レースの準優勝戦です。内側から1番2番3番ガッシュが4番5番6番です。スタートしました。3号3号艇和田、そして1号艇吉田、2号艇岸本が好スタートを切りました。逃げる1号艇吉田、刺してくる2号艇岸本、まくる3号艇和田、内側から4号艇中島、あるいは6号艇桐本が続くが、逃げる1号艇吉田が先頭。2番手の次は間から2号艇岸本、内側から一定審判差4号艇中島、外から3号艇和田が続く。スタートは正常です。一周にマーク、1号艇吉田がトップ、2番手争い4号艇中島、先回っていった。握っていったのは2号艇岸本がかわすか。2番手2号艇岸本浮上、3番手争い今度は間4号艇中島、内6号艇桐本、外から3号艇和田と3手による3番手争いで最終周回です。2周1番手1号艇吉田、2号艇岸本クリア、3番手争い6号艇桐本が先回っていった。差し返すのは4号艇中島、3号艇和田、3番手争いは内4号艇中島、外6号艇桐本が並走。この内側から2点審査5番手から3号艇和田が続く。最終ターンマークです。好スタート逃げた1号艇吉田俊彦先頭、どうやら下の優勝戦も絶好悪化。最終コーナークリア、2番手2号艇岸本、3番手争い、おっと一気に4号艇中島が、今度は2号艇岸本をかわしたか。2番手は4号艇中島1四2、先頭1番吉田五輪、2番手4番中島五輪、3番手2番岸本五輪、6番桐本、3番和田、ラスト5番木下が五輪です。